次、この次、西山が三原駅までお手伝いさせていただきます。ご用の際はお気軽にお持ちください。この列車の車内は抗菌加工を施しておりますが、感染症対策としてビルのサービス先を変更させていただいております。発車前に鳴らしております鐘は発電所といい、船の上で時を知らせるタイムベルです。詳しくは1号車お手洗い側のカウンターにあります旅のしおりをご覧ください。乗車記念スタンプや旅の思い出を記念できるノートもそちらにございます。続いてこの車両ラバルドゴアの名前の由来についてご案内いたします。ラバルドゴアはフランス語です。特製の旅行カバンという意味で車内のデザインのモチーフとなっております。
てご案内いたします。車内のドアスキーには現代アート作家佐渡文平氏の作品旅のトークの旅シリーズ4点を展示しております。これらの作品は旅にまつわる様々な道具たちが連なり列車となって旅をするユーモアあふれるシリーズです。測量機や方位紙、地球儀は旅の計画号として、蛇腹カメラやレンズケース、観客などは旅の写真号など、様々なシリーズの道具たちが自ら旅をしている楽しい作品を操作を行ってください。また、1号車の展示スペースには、浅沼正弘氏の作品のトランクが大根、連絡船の物語を展示しております。不合連絡船を地域に展示するし、コンセプトは新しい立場なんです。これらの作品もぜひお楽しみください。カウンター席上の本棚には、瀬戸内海の島々やアーツなど、旅の情報となる本を並べております。
白壁の町並みがある美観地区は倉敷を代表する観光名所です。町並みの中央に流れる倉敷川では小舟に乗って川舟流しをお楽しみいただきます。また世界的な名画が多数展示されている大原美術館があります。倉敷駅ホームの階段には倉敷美観地区の風景が描かれており、実際に足を運んだかのように見える写真を撮ることができます。短い時間ですが、旅の思い出としてぜひ生活へお刺激はいかがでしょうか。サービスカウンターにございます沿線マップの倉敷の QR コードを読み取っていただくと、倉敷の観光名所について詳しく知ることができます。ぜひご覧ください。倉敷駅では15分ほど停車いたします。お降りの際は足元にお気をつけください。出口は右側です。なお発車の前には鐘を鳴らしますので、お席にお戻りください。
早いよ。そこは7月16日。指定席なんや。そうよ。もう荷物置いてる。いや、荷物まで。てか、はい、はい、チーズ。はい、はい。お待たせいたしました。観光列車選ばる島の上に三原行き発車いたします。ドアにご注意ください。
介いたします。この地域は手延びそうめんや日本酒、植木などの生産を始めとした古い歴史を持った伝統産業や地場産業が多くあります。また合計188センチと日本でも最大級の反射望遠鏡を持つ岡山天体物理観測所があります。惑星や水星、星雲など様々な天体が観測でき、多くの研究が精力的に行われています。
ベイファームがあります。春は菜の花やポピー、夏はひまわり、秋にはコスモスと、満開のシーズンには圧倒的なスケールです。また国指天然記念物のカブトガニ繁殖地を持つ唯一の施設、カブトガニ博物館もあり、生きたカブトガニを間近に見学できることで人気です。サービスカウンターにございます沿線マップの笠岡の QR コードを読み取っていただくと、笠岡ベイファームなどについて詳しく知ることができます。ぜひご覧ください。
まもなく福山駅に到着いたします。福山の市街地から海へ向かうと鞆の浦があります。沿岸部と広島島一帯は国の名勝および国立公園に指定されています。またジブリの名作アニメ崖の上のポニョのモデルとなった場所です。アニメと見比べながら散策してみてはいかがでしょうか。ぜひ鞆の浦へもお越しください。サービスカウンターにございます沿線マップの福山の QR コードを読み取っていただくと鞆の浦や原の町福山について詳しく知ることができます。ぜひご覧ください。福山ではすぐの発信がありますのでお気をつけください。出口は左側です。
と今治を結ぶしまなみ海道は瀬戸内海に浮かぶ6つの島を7つの橋で結ぶ全長70キロの海の道です。どこや自転車でも渡ることができ、サイクリストの聖地として世界中から注目されています。それぞれの島に魅力があり、初心者の方や女性でも気軽にサイクリングをお楽しみいただけます。QR コードを利用していただくと、この道の観光
降りの際は足元にご注意ください。それ口は左側です。
せいたしました。11時49分発北丸島並三原駅発車いたします。次は終点三原です。閉まるドアにご注意ください。
ドアは開きませんのでご了承ください。Thank you.
とうございました。終点の三原です。この先も素敵な旅をお楽しみください。お忘れ物なさいませんようご注意ください。